領域展開無料勲章。あーこんにちは、ジュラエースつけたぐらいで賓客は早くなれないって話、マーベリックだよね。そのわけで本日は、サトルさん、あ、さ、サトルです。サトルさんがね降臨してくれました。美車から話題の美車バイクからサトルさん降臨です。大島サトルさん、名前大丈夫ですか？あ、大丈夫です。大島サトルさんが、今回僕に、この美車バイクをね、試乗させてくれるということで、ここサイコムでやってきました。でそんなわけでね、これから、サトルさんに、美車バイクの魅力、教えてもらってからね、教えてもらって、美車バイク試乗していこうと思うんで、よろしくマーベリックです。やっとモーターのコイルが温まってきたところなんじゃない？この不思議ちゃんが！アラキサ画面。これが5号機。5号機。おしまんだ、これは、はい、どういったモデルでしょう？ 5 号機は、はい。こちらはオールラウンド。オールラウンド。一番、まあ、うちの方で、はい、オーソドックスな感じのバイクで、はい、価格も19万9千円の完成車で。完成車で19万9千円、はい、フルカーボンバイクとしては多分日本でお店で買えるバイクとしては一番お安く、かつ乗り味も結構評判は良くて、はい、まあ、ケーブル類がダウンチューブから入ってるんで、はい、まあ、そのフロントはスッキリはしてないんですけど、うん、まあ、逆にメンテナンスはしやすいっていうところで、はい、で、どなたにでも、こう、なんか、スポーツバイク始めたいなって方に、まあ、おすすめできる価格と、うん、まあ、品質なんじゃないのかなと思ってます。ああ、これ、コンポは105。105ミックスで。ミックスですね。クランクはプロホイルっていう。プロホイル。はい。まあ、某大手のメーカーでも、OEM で、ブランド名が書いてあって、うん、クランクに使われたり、あ、ね、はい、してるクランクですね。じゃあ、あれですね、なんだっけ、安心ですね。あ、はい、まあ、しっかり、島野さんほどは有名じゃないんですけど、まあ、こうクランクばっかり作ってるメーカーさんですね、うん、あ、じゃあ信頼性はバッチリです、はい、これもだからエントリーユーザーとかに、そうですね、価格的にエントリーユーザー で、うん、でかなり走っても、うん、結構プロセットのメーカーさんとかの、うん、かなりリレースもやってきたって方が乗られても、この乗り味すごくいいって気に入られて、はい、まあ、これをとにかく一生懸命やりたいんだって言って、はい、で、まあ、フレームの価格も9万9000円なんで、まあ、こう、もう、こっから、あれですね、アルミのバイク乗られてる、ディスク乗られてる人が乗せ替えで使われたりとか、はい、あとは、リムブレーキの方も結構、ブロータックとか、あ、はい、まあ、機械式のブレーキ使って、こう全部ディスク化しちゃう、うん、そういう方もいらっしゃいます、ね、今ついてるのはグロータックじゃなくて、はい、こちらはテクトロですね。あ、テクトロですね、はい、テクトロだから、グロータックに変えちゃえば、はい、ブレーキは性能が上がるってことですね、はい、そういうことですね。あ、いじりやすい、油圧よりいじりやすいですね。そうですね、メンテナンス自分でできるんで。なるほど。で、まあ、しっかり止まりますし、うん、ただ油圧乗ってる方からすると、うん、やっぱりそのケーブルがぐにゅっと潰れる瞬間の、このぐにゅっとした感じが、うん、なんかこう引っかかる人も、油圧乗られてる人はなんか効かないじゃないかって言うんですけど、ただそこら辺は僕も実際乗ってみて、そうですね、ちょっと体感する感じですね、はい、うん、僕は 1000m ぐらいの坂降りたことありますけど、うん、全然問題なく止まるんで、うん、男性は全く問題ないと思うんですけど、まあ、もしかしたら女性の握力ない人だと、やっぱり油圧の方がいいかなって思うかもしれないですね。そこら辺もちょっと検証しながら試乗させていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。じゃあね、美車、5号機。僕のはプロトタイプで、太陽ちゃんのが現行モデル。で、僕のはクラリスですね。クラリス、フルクラリス。で、シマノがクラリスになってて、かなりね、コスパがいいモデルになります。で、こちらが今現行で売っている、5号機で105ミックスでブレーキはテクトロ、な感じです。クランクがプロホイール。あ、クランクがプロホイール。プロホイール？プロホイール。プロホイール。じゃあ早速ね、試乗いっちゃうと思うんでよろしくマーベリックです。それではね、美車バイク、初インプレッションしていこうと思います。今回、僕が操るのは、5号機の、プロトタイプ、まあ、現行モデルではね、このフルクラリスモデルはね、販売されていないんですが、まあ、こういった、組み合わせも、可能ですよ、コンポの組み合わせも可能ですよっていうね、モデル試乗車になります。そして、まあ、撮影者になっている太陽ちゃんが乗る5号機が、105ミックス、
まあ、分かりやすいところで言えば、ブレーキがテクトロになってるってとこですね、僕のがシマロの、クラリスで、この先試乗する車両は、基本、テクトロブレーキになります。さらに、最後に控えるのが、僕がね、試してみたいと思っていたグロータックイコールになるので、まあ、そこら辺のねブレーキの性能差なんかもね比較できたらいいかななんて思ってます。でこのサイコ、まあ、軽い上り、ここから軽い上りになるんですが、やっぱりねこのエントリーモデルのカーボンとはいえ、まあ、反応性はかなり高いですね。まあ、低価格のカーボンフレームに関して言えばこの剛性がね問題視されるんだけど、まあ、剛性は、ね、かなりしっかりしていて、ね、このダンシングでも、力が逃げない感じ、まあ、ペダリングのパワーロスは特に、感じられません。いい走りしてるんじゃない。でこの丘を登りきるとここから下りになるんですが、クラリスのブレーキね、ディスクブレーキ効かないってよく言う人コメント欄でいるんだけど、どうかな。今ちょっとね、後輪だけ多分ブレーキかけてると思うんですが、ちょっと、別アングルでね見ていきましょう。まあ実際ね、実際やっぱ乗ってみないとねブレーキの効きがわからないんで、でここ下りで、軽く左をブレーキングします。そうすると、あ、まあ、フィーリング的には、まあ、油圧ほどねそのなんだろう軽いタッチで効くわけではないんだけど、まあ、しっかり減速してくれる感じだよね。多分この感じだと、まあ、リムブレーキに、近いのかな。なのでそのブレーキコントロールなんかもリムブレーキと同じような感じでできると思います。続いて反応性と加速力をね検証します。太陽ちゃん、前方にいる太陽ちゃんをちょっとぶち抜いてみたいと思います。まあ、最後までねそんなには、無茶な走りはできないんですが、どうかな。あー、この加速力ニローネに似てるな。ニローネとかスプリントかになんか走りの、まあ、フィーリング似てるかな。まあ、フィーリングとしては硬すぎず柔らかすぎず、まあ、癖のない素直なフレームっていう感じですかね。だから加速力もねかなり気持ちいいんじゃないって話、マーヴェリックだよね。で実際乗ってみた感想は、まあまあもちろんねこのエントリーユーザー向けのフレームにはなるんだけど、まあ競技勢でもね、まあ使えるフレームだと思います。この反応性能であったり剛性であったり、まあ、競技勢の学生さんに関して言えば、今までリムブレーキ乗っていたけど、やっぱり世の中、ディスク化、に移行している中、まあ、いきなりねハイエンドのカーボンロードを買うには、お金がない、まあ、大手メーカーのフレームを単体で買おうとすると大体20万円から40万円ぐらいしてしまうんで、まあ、学生にはちょっと手が届かない、まあ、そんな中、まあ、ディスクブレーキ化するにあたり、このビシャ、揃えれば、フレーム単体99,000円、さらに、まあ、機械式のね、コンポを移植するのであれば、まあ、機械式のキャリパーとローターを、購入して、あとはね、ホイールかな。まあ、ホイールにちょっといいものを、まあ、アイカンとかを選択肢に選ぶんであれば、プラス10数万円。まあ、20万円前後でね、リムブレーキからディスク化できるんじゃないって話。マーヴェリックだよね。続いて紹介してもらうのが6号機、電車がいっぱい来ちゃってますけど、ちょっとじゃあお願いします。はい、こちらの特徴は、はい、こちらはもうあのガッチリのフレームで、うん、見応えバッチリで、あの実際にレースやられてる、出場されてるような選手が乗られて、はい、使用されると、これいいねって言って、言っていただくことが多くて、あ、評価の高いフレームですね。はい、あのレースを試行してる人は、こちらのバイクがすごい合うのかなって言って、はい、うん、まあ、僕のいろんな方の感想を聞いてると、はい、こちらはもうあのフロントフォークもがっちりしてて、はい、でまあ、リアもこの後ろ三角がやっぱりかなりがっちりしてるんで、うん、本当に反応性が良くて、はい、あのそういったそのもう競技志向の方に、ね、若いあの学生さんなんかもやっぱりこうバリバリ踏みたいんだって方は結構人気がありますね。はいはい、あ、じゃあ、ね、そうですね、僕あんまりガリガリ乗らないんですけど、ちょっと久々にガリガリ、はい、ガリガリゴリゴリガリガリゴリゴリガリガリ踏んでいこうかなっていう、ぜひ、はいはい、ちょっと挑戦したい。俺の R についてこれるか。そうですね、レーシーですね。次に試乗するのがこちらの6号機。まあ先ほどのね5号機と比べてよりレーシーなモデル。そして価格はまあ20万円ちょっと、まあ25万円ぐらいかな。でまあこの性能面でいくと多分現行モデルの、
大手メーカーで比較するとやっぱ大体40万円から50万円ぐらいの、モデルと、まあ、対峙できるモデルかななんてね思います。この走ってる感覚がね本当、いやちょっとオルトで引けを取らない、オルト XR3 に引けを取らないモデルかななんてね感じています。でホイールはねカーボンディープリムホイールではなく、まあ、アルミの、まあ、鉄桁と呼ばれるねホイールが組まれているんですが、まあ多少ね、まあ、多少重くは感じるのかもしれないけど、やっぱり、まあ、フレームの反応性能が、まあ、格段にいいので、まあ、完成車で使う場合は、まあ、まずは練習用でねこの硬いフレームを体験するっていうのは、まあ、ありかなって思います。であとはレースに出る、まあ、レースに勝つことを考えるのであれば、まあ、予算と相談して、お小遣いと相談して、後に、まあ、カーボンディープリムホイール、まあ、大手でもいいし中華でもいいし購入するのはねありかなと思います。そうすると多分かなりね走りのパフォーマンス上がるような感じがする機体です。で硬いフレームということでねこのような段差ね、まあ衝撃云々、まあ、言う人いると思うんだけど、まあ、この程度のね、段差は、まあ、技術でカバーできるんでね全然、いきます。さらには、やっぱり途半、今あえてね重ギアのまんま途半してるんですが、力がね逃げないですね、力が逃げないフレームっていうのはね、ひしひしと感じています。いいねこれね、まあ、僕みたいな賓客が乗ってたら足使い果たしちゃう可能性もあるけどね、まあでも硬いフレームであるなっていうのはね感じました。でさらに下りですね、下りのブレーキ今度テクトロブレーキになります。あ、意外といいかな。まあ界隈でねこのテクトロのブレーキ効かない効かないってねよく聞くんで、まあちょっとビクビクちゃんだったんだけど、まあこの、まあ、片側ピストンのキャリパーブレーキのテクトロなんですが、まあブレーキのコントロール性能でいくと、まあ、シマのクラリスの方がちょっと上だったかなって思います。ただ、まあ、ただこのブレーキのセンター出しがねしっかりできていれば、まあ、変に肩聞きなんかもしないし、まあフィーリングとしては聞き始めてからガツンと、まあ、聞く感じかな。まあ、シマノとテクトロのこの機械式ディスクブレーキの違いは、大きな違いは日産とトヨタのブレーキの違いみたいな、そんな感じですかね。まあ、ブレーキに関しては本当好みが分かれるんで、まあ、シマノ、テクトロ、まあ、グロータック、まあ、自分の好きなメーカーをね、使えばいいと思います。で、走りのフィーリングとしてはもう本当、まあ、ダイレクトフィーリングっていう感じですかね。5号機の素直なフィーリングに対して、6号機のダイレクトフィーリング、まあ、思考の領域だよね。踏み込んだ力をね無駄なく路面に伝えてくれる感じ、まあ、楽しいバイクだよね、楽しいカーボンバイクで、まあ最後はね河川敷であり公園であるので、まあ、暴走はねちょっとできないんですが、まあ、歩行者さんがいないのを確認してねちょっと太陽ちゃんを、まあ、気持ちいい加速でねぶち抜いてみたいと思います。うわすげえいい反応だけど、これ足速攻売り切れちゃいそうそんなわけでね今回は、ビシャバイクの、大島悟さんに、特別にこのビシャバイク、試乗させていただいて、まずはね、2台のロードバイク、試乗レビューさせていただきました。まあ、今回の試乗で感じたことは、まあ、新興メーカーっていうのかそれとも、まあ、和製ロードバイクっていうのか、まあ、言い方は分かんないんですけど、まあ、ビシャさんが独自のルートからね仕入れてるこのフレーム、まあ、安く仕入れることによりさらに自社でね、まあ、自社でロードバイクを組む、そして、まあ、利益を最小限に抑えてハイパフォーマンスのカーボンロードバイクをユーザーに提供する企業努力、やばいんじゃない？楽しいマーヴェリックだよね。そんなわけで次回は現代最強のリムブレーキ、さらにはビシャハイエンドモデルの紹介、走行レビューしていこうと思うんでご視聴よろしくマーヴェリックです。